アメリカ人縛りやっていきましょうか。まあオフシーズンから始まってリーグ優勝してクライマックスシリーズ優勝して日本一になりましょう。ポスティングはまあ相変わらずいませんね。もっとメジャーに行けみんな。 FA 交渉、アメリカ人は特にいないと。秋山クソ強いな。もう33歳か。もうちょい若かったらメジャー行けたんだ。はあ強い。メジャー行けたんだけどね。若手がいるんだよな。全員 FA するのがもう30超えてんだよな。おそらくあれなんだろうね、2軍に幽閉されてるんだろうね。序盤は1年目から活躍するようなやつがいないからね。そうなるとメジャーも行きづらいよな。スーパールーキーみたいなのが入ってきてすぐメジャー行ってくれ。若い。ああ、オースティンっていう名前はキューバです。いやーオースティンね、来てくれたらよかったんだけど、ピッチャー足りないんよ、うち。あれ、ピッチャー足りないんです。9億8000万。あぶね、9億8000万の不良債権を取られるとこ、取らされるとこだった。32歳。うん、バス程度2億7000万。誰が取るか。ロメロ。転生ロメロ。万世全盛期。まだやれる。いや、補強もできずと。困ったね。お、カニンガハム。殿堂入り、しかも永久欠番。ってことは、銀か？これ、金？えぐ！バッターで金で村上、松井。松井って誰？和夫か。強、和夫。2割8分7厘、3222安打。天聖松井和夫がもう引退してます。まあでも正直ズバ抜けた成績は2回首位打者と2回最多の取っただけなんだ。普通にまあ毎年毎年安定して成績残したんだろうね。3222安打、2割8分7厘と。あでもこの辺すごいな。30本28本。ショートでこんだけ打ってたらね。もう全盛期カズオはもっとすごかったでしょ。リアルカズオは。しかもちゃんと楽天いってる。ちゃんと晩年は楽天いってる。で村上は704本か。あ、でもアマースも700本いってたって言ってたもんね。あ、カニンガハムか。あ、600本か。本塁打5回、打点王1回、ベストナイン2回、最多打2回、ベストナイン16回、MVP1 回と。14年連続30本安打、17年連続2桁安打。実働18年。初年度いきなりホームラン王。2年目最多安打。3年目ちょっとダメだって。もう2割5分3本、2割5分3本で、2割8分39本、2割8分2、35本、2割8分6、35本、2割8分39本。めっちゃ安定してる機械が。30本以上打つ機械。そして、打点99。まあ1番が多かったから打点が少ないんだよな。それでも打点を取ってますと。で、忘れた頃にホームランを取ると。でちょっと急にガクッときて2割5分6人で怪我もあって引退と。ちょうど600本か。2割8分ヒットは2640安打。意外と盗塁も74個してるって、ね、毎年そこそこ盗塁するんだよな、まあ、足もあったしね、まあ、1番として最強の1番バッターとして活躍せちゃうんじゃない。カニンガハム背番号何番か知らんけど永久欠番になってしまった。個人的に許可はしてないんですが、ウィルソンって違うか。転生ではないか。転生来ねえかな。ドミニカ、ドミニカ、ベネズエラ、アメリカ、ダルトン。まあでもとりあえず人が
とりあえず人が来ればいい。今はブルガッジー、言いにくい名前だな。とりあえず人だ、人、とりあえず人が足りてねえ。今はキャーンプ、ベントレー、オルセン、ギブスン、ダンブレックで、あ、デラロサ出た。転生デラロサだ。おそらくデラロサキューバでしょ。アメリカではないような気がする。ブルガッジ、いやー、転生、あー来た、ベントレー。シーランばっかだな。ギブスン、あー、ドミニカ、デラロサ、中継ぎ増えてきたから先発も一回取りに行く。一応これで人は揃った。なんだかんだなんだかんだ人はいるよ。野手も少ないんだよな。フランケルもすでに衰退期。28よ。28で衰退期になったら困るでしょう。バートンサードの方がいいのかな、外野より。これでね、内野三遊は勝ち勝ちにしたいんだよな。バーマン一番無理でしょう。打てんもんあいつ。バーグマン選球力あるし、で2番にゴーア、3番にブリキューズ、4番バートン、5番にエイジー、ゴートン、エイジー、セカンド問題だな。結局なんだかんだブルースなんじゃない？ブルース・バーマンと。で、ブルースは対左強くないんで、対左じゃキャノンでいくか。両方とも守備がね、問題ですが。そしてセカンド、キャッチャーも欲しいね。サブキャッチャーも欲しいし、セカンドも欲しいと。ピッチャーも欲しいと。今年とりあえずピッチャー集めて、来年セカンドとキャッチャー取って、もう1年野手誰か取るって感じかな。でもそこまでやらないけど、もう今年で決めるから。いや、優勝できるんだってマジで。で、優勝はできてんだよ、実際できてんだから。あとはクライマックスシリーズだ。あとはクライマックスシリーズでどこまで勝てるとか。20歳、いいね。158キロ、本当に20歳で158キロ投げる。超有望株を獲得しましたと。3対0、3対6、はい、開幕戦から絶好調と。止まらねえよ。お、やべえ、あ、負けちゃった。でもここでもう2ゲーム差、序盤ですが結構ゲーム差をつけていってるんじゃないですか。これはもう優勝もらったんじゃない ?4 ゲーム、5ゲーム。この序盤でこんだけゲーム差つけたらいけるでしょ。4.5、5、6ゲーム。もうすでに6ゲーム差。6.5。余裕よ、優勝なんて。もらったわ。あと問題はクライマックスシリーズが勝てるかどうか。8ゲーム。マジでさすがに優勝いけるよな。あ、ちょっと待って、ちょっと縮まってきた。ちょっと良くなくなってきた。使うか、158キロ上。抑えが終わっとる。
抑えが7点台。ビハインド、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 リード時、リード時、リード時、リード時。あー、ブリキューズも衰えてきましたね。レッド早熟全盛期。オランダ、ドミニカ、ドミニカ、カナダ、コロンビア。あー、エルン来た。25歳、しかも25歳だから結構強そう。ビーソン A ランク来る。これは熱いんじゃない。ビーソン、コールさんごめん。シンキングツーシームエグ。これは活躍してもらわんと困るわ。22対0。何があった？1位のチームとは思えない22対0。多分優勝できるし、ちょっとシーズン終了まで行くわ。さすがにね。まあ、優勝することができたんで、クライマックスシリーズは次回パートでやりましょうか。チラッとだけやろうかな。1試合だけやろうかな。1試合ここで勝っちゃうと続けたくなるからやめとこう。じゃあね。